長長。いや、やって、
きや。支配人、すみません、よろしいですか？あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や？どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう？すぐ行く。どこのテーブルや？ご案内します。こちらへ。支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか？ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、なんてやったんか。グラントいいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それと、こちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた、怪我しとらんか？ああ、いいよ、もう。こっちの方が人数多かったし。あなた、ほんと強いよ。李さんも顔負けねえ。払う前に用件言えや。その理由はどないした？ああ、そうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私、伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ予定ないよ。李の伝言はないや。あなた、これからすぐ店抜けられるか？なあ、なんで？お店出たらあなた自分の家に向かう。支配人さんの家、ここから遠い。
いや、蒼天堀沿いや。あ、ご都合ね。李さん、あなたがうちに着いたらそこであなたに声かける。李さん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私、伝言伝えるだけよく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私、あなた大好きよ。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマ五郎、ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ。わしらんことはどうでもへんや。マコトちゃん、どこ行った？あの女どこ隠したんや！お前ら。女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれた。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思ってな。やめとんのか。昨夜は油断したけど、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道をなめとったらあかんでくれ。聞きたいことがあるに、きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ、支配人。佐賀は、なんかトラブルか。らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか。まだ。へえ、
けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。でてっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やろ。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんだ。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談、上司と仕事する時のいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか。あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。いらっしゃいませ。どうもおおきに。